厳しいっすね。厳しいですよ。でこの技自体も通用しないですし、なんでそれが不思議。私2回目からもまた全然違うんじゃないですかね。私2回目ですごい違いを感じてるから。はい、まあ1回目とはやり方ちょっと違いますし、狙いどころも違うし、まあね、はい、まあ、でも確かにあの重いんすね。はい、つい重いって感じはすごいあります。だから、はい、あの最初はいいんですけど、だんだんしんどくなりますね。はい、はい、でもやっぱりその一箇所時間かけたいんで、はい、やっちゃうんですよね。あ、さらっといけばもっと楽なんでしょうけども、さらっとやった方がいいですね。なるほど、うん、だから15分ぐらいだったら短い時間だったのにガツンと聞かせてもらって、はい、ああよかったなんだけど、はい、これが45分とかだと、はあ、疲れたの方が、もうちょっと痛かったわーになっちゃうかなとは思います。なるほど。もうその辺もやっぱり分かんないんですよね。だから聞かしてほしいとこだけ、ちょっと力入れて、はい、あとは流しちゃっていいんじゃないですかね。ちなみにこの辺まだまだ全然取れてない気がしちゃうんですよね。私はでももうその辺はもういいわって感じです。はあこのぐらいでもうお腹いっぱいなんですね。お腹いっぱいになりますね。というかあんまり普段揉んでもらってないんですよ、はい、そんなしっかり上手い人がじっくり揉むっていうのを やられてないから、はい、結構揉まれるのも体力いるじゃないですか。そうですね。だからなんだろう、あのやっぱもう少し早めに切り上げてもらった方が物足りないぐらいがちょうどいいって言うじゃないですか。その俺いつも物足りないと思ってるから、やっぱりそうかちょっとね、その満腹にしてあげたいって思っちゃうんですよね。わかります。どうしてもまあね、確かに、はい、自分を比較で考えますからね。そうなんです。だからその一般的な感覚っていう基準がないから、そうね、どうしてもその辺その合わせてる、ね、多分、はい、安いところに来る人はそんなしょっちゅう受けてないんですよ。はい、だからいや結構安いところリピートリピートリピートで、あ、そうなんだ、すごいいますよ。あ、そうなんだ、はい、でも多分そんな本格的に受けてないんですよ。ですよね、安いところでしか行ってないから、はい、そうだからそれでするとやっぱ重いんですよ。なるほど、うん、自分のイメージとしては、いいね、うん、その揉むっていうのが肉だとしたら、はい、皿の上に肉いっぱいにしたいんですね。はいはいはい。でも要はその付け合わせを増やせっていうことなんですよね。付け合わせなんかいらないから肉だけにしてほしいっていうタイプなんで。はいはいはい。あ、でもね、多分それは確かにいい表現だと思う。はい、あの肉食いたいってなるのは、はい、本当にがっつり肉食な人だけで、はい、やっぱ肉ばっかりじゃ彩りも悪いし。ですよね。だからそのお腹も食べるしみたいな、リラクゼーションを求める人たちって要はその付け合わせなんですよね。そう本当に腹いっぱいになることが目的じゃないというか、だからその辺の感覚がやっぱりないから、その理解するのがやっぱり苦しいですね。時間もかかりそうですね。そうですね。歩み寄ってるつもりでも全然寄れてないみたいな。まだまだ多分ね、まだまだお皿いっぱいお肉なんですよ。やっぱりその自分も分かんないところに行ってるからビビっちゃうんですよね。そうですね。これでいいのかなみたいな。でも田野さん、その素直にそういう風に言っていったらいいんじゃないですか。多分サンタさんはコミュニケーションが少ないせいもあるんじゃないかなと思う。はあ、なんだろうサンタさんすごい頭いいから、はい、ちょっとね、さっきの聴力の話とかもそうなんだけど、はい、あのサンタさんの中では分かってるから、はい、あのもう言葉は十分っていうところになってると思うんですけど、多分それはあると思うんですよ、ね、そう、この前のその YouTube に書いてあった話もそうなんですけども、そう、自分の中ではその言葉の裏も全部読み取ってくれるだろうなって思っちゃう部分はあって、ほとんどの人はみんなそんな一生懸命話聞いてないし、はい、頭もそんな良くないから、はい、もう本当にだいぶ子供に話すぐらいの気持ちでいた方がいいと思います。かなりいろんな言葉と言ってみて聞かせてやらせてみたいな、そのぐらいのあのなんだろう、ちょっと言っただけでもう分かってくれるっていうふうには思わない方がいいですね、はい、あとちなみにもう一個ですね、はい、俺すげえまた嫌な部分があって、はい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 、
ちょっといいですか、力抜いててください、はいはい、操作しますね、はい、この操作するときに、うん、男性結構こうなるじゃないですか、なるわかるわかる、こうですね、でこれを直すときに、うんうんうん、ここだけでこう直しちゃう人いますよね、うん、あ、これ気持ち悪いですね、でそうなると気持ち悪いんで、昔でやってほしいですよね、こんな感じで膝の位置も安定させて、うん、であとはこうやって、うんまあ、これも気持ち悪いんで一回トーンとやりますけども、これでこれだとこの状態曲げた状態がニュートラルな位置になりますよね、で逆に力抜いててくださいね、はい、この状態から伸ばしちゃうと膝の収まり悪くないですか、悪い悪い、でこれも結構トーンってやって戻すんですけども、これ俺今まで何千人にもやってきましたけども、誰もこのやり方いいねって言ってくれた人いないんですよね、あ、まあ、わざわざいいねって言わない、多分 やってもらってるなとは思うけど、気づいてないと思います、気づいてないのかな、多分気づいてないと思います、あでも確かに私も、はい、まあ、もともとそんなに整体受けてないからもあるけど、はい、こういうもんかなってぐらいに思うから、ものすごい痛いとか、はい、ものすごい不快感があるんだったら、はい、やってくれる人やってくれない人の差を感じたり覚えたりするんだけど、はい、あんまり意識してないと、はい、なんかちょっと気持ち悪いけどしょうがないのかなぐらいにしか思ってなくて、はい、今日は気持ち悪くなかったなぐらいの、多分丹野、はい、さんの一手が入ってるからとかっていうふうに気づいてないんじゃないかな、はい、だから俺そうやって無駄な努力ばっかりしてくるんですよ、でも私も必ずやりますよ、その手入れるのとかは、はい、うん、まあ、気づいてもらえなかったとしても、はい、仕上がりが全然違ってくるじゃないですか、はい、そのストレスを受けながらやったのと、そうです ね、だからまあそういうつもりでやってます、俺やっぱり褒めてほしいんですよいやでも、ね、いちいちお客さんそんな褒めないですもうベタ褒めしてほしいんですよ、黙って受けちゃいますね、めちゃめちゃ気持ちよかったら言いますよ、はい、それ気持ちいいですねって、でも例えば今の膝直しとかは、はい、あのやってもらってた方がいいことだけど、はい、やってもらってありがとうございますってそこまで褒めてもらえないけど、はい、なんか最終的に、はい、あの評価が5つ星とかで書いてもらえると、はい、まあトータルでのことでですよね、良かったんだなって思って、俺はそれすらないからそっか、はい、それすらないからそれがないとなんかがっかりしちゃうですよね、何にもないんですよ、本当にびっくりするほど何にもないんですよ、あら残念ですね、残念ですよ、田野さん上手ですよありがとうございます、うん、気遣いして偉いっすやっぱりその なんでしょうね、こう、はい、言葉にならなくても、例えばリピート率が上がるとか、はい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 、客数が増えるとか、うん、そうなってくれば明らかにその言葉じゃなくても目に見えてわかるじゃないですか、目に見えてるからね、そうね、はいはい、俺その目に見えるもの一切ないんで、あ、そう、はい、言葉もないし、たまに褒めてもらえるんですよね、それはあの常連の変態な、はい、変態な人から、はい、そっか、田野さんはそっか、自分のやり方を曲げたくはないけど、はい、みんなから褒められたいっていう気持ちはあるんですね、ありますねそこ矛盾しちゃってますね、あの矛盾はしてないんです、だから、そうですか、はい、あの自分に合ったお客さんを拾っていきたい、あ、そうか、あ、それはできれば確かにそうだ、はい、そうなんです、だからそのでもね、そういう変態な人ってそんな、はい、なんかやっぱちょっと性格も変わってたりしません？全然しないですね、あ、みんないい人ですか？至ってまともな人ばっかりですね、本当ですか、あ、はい、じゃあ普通にお礼も言ってくれますね、逆に痛がりな人の方が神経質で、あ、かもしれない、ちょっと面倒くさいかもしれないですね、あ、そっか、そいつもピリピリしてて、あ、確かにそうかも、はい、そうなのか、だからなんかやっぱ少数派って悪く捉えられがちですね、はい、そうですね、だから自分のイメージがあったけど、なんかそのこの前の動画の時もそうですけども、うん、別にその労働力を搾取しようと思って強くやれって言ってるわけじゃないのに、本当にこう辛くて辛くて強くやってほしいだけなのに、強くやれって言って、うん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 、なんかそのお金 3倍ぐらい取りたいですよねとか書いてる人いましたね、はい、そう、体が壊れるとか、うん、で別にこっちは壊そうと思って言ってるわけでもないし、やってほしいからなんですけども、その嫌がられるっていうのはありますよね、確かに確かに、でそういう感じでずっと来たから、嫌がられるだろうなっていうのはもう分かってるんですよ悲しいですね、はい、辛いですね、だからあの、うん、そのあんまり無理難題は言わないんですよね、でも痛がりな人って無理を言えば弱めることって誰でもできるから、確かに
言えば聞いてくれるんですよ、状況的に。そうですね、だからどん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 わがままになってっちゃったりとか。あ、なるほどね。はい、そうか、はい、逆に気使ってたりするのか、強もみ希望の人は。みんな気使ってますよ。もらえないのが当たり前と思って、はい、そうです。だからうちでもう本当にこう、はいはいはい、はい、喜んでいくんですよ。そうなんですね、いい人が多いんですね。いい人ばっかりですよ。そうなんですね、はい、むしろ強もみの人で悪い人なんかいないぐらいの感じですよね。そうなんですね。ただそのどこに行っても、でも丹野さんは鬼畜なんですよね。俺は鬼畜ですよ。じゃあそのあれですよ、店に行っての話ですよ。その私生活どうこうじゃなくて。そうなんですね。はい。